レディオスマイル、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 1、2、3、4、宮野真守のレディオスマイル、宮野真守のレディオスマイル。こんばんは、宮野真守です。さあ、今週も始まりました、宮野真守のレディオスマイル。早速です、前回お伝えした通り、今日はですね、素敵なゲストの方が遊びに来てくれています。この方です。皆さんこんばんは、鈴村健一でーす。やった、来てくれました。いやー、この間たまたま通りがかったからそうそうそう、本当に僕がラジオの打ち合わせをしてるところで鈴さんが通りかかって、そうで、なんかリリースタイミングがあるということで。そうなの。え、じゃあゲスト来てくださいよ。そうなのよ、うん、だから行っていいのって言って、社長本人がなんかね、うん、スケジュール取ってましたそうそう、その場ですぐ連絡と、うん、大丈夫でしたからみたいな感じでやって。そうなんです。だからおかげさまでこうやってマモのラジオ出れます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。通りがかるもんだね。通りがかるもんです。なんか今日は、うん、あの話したいことはいっぱいあるし、うん、なんかその、うん、ゲストの告知をさせていただいた時に、うんうん、そのリスナーの皆さんに、うん、あの質問攻めにしようと。あ、そうなんや、うん、だからいっぱい質問送ってきてって言ったら本当にいっぱい来て、あ、ほんと、あの普段からね、もっと僕にも聞いてくれればいいのにっていうぐらい、いや本当にいっぱい来たの。マジか。来たので、まあ、それも触れていきたいなとは思いつつなんですが、うんうん、この番組が、まあ、僕全く一人でやってるので、うんうん、結構自由なんですよ。あ、そうなんや、ね、なので、まあ、ゆっくりとなんかね、なんか気になることもいっぱいあるじゃないですか。あるよ。この番組のディレクター柴田さん、僕の初めてのラジオのディレクターだよ。そうだよ。僕は今もう本当に仕事ラジオめっちゃ多いけど、そうだよね、あの人が礎を作った。うわすごい俺のラジオの礎を作ったのあの人だから。すごいよね。僕の一人ラジオも柴田さんが初めてだし、すごくない？柴田さんはいろんな人の初めてをいただいてる。やばいよ、すごいよパックリ言っちゃってるってやめなさいその手つきやめなさい変わんねえよ俺が、だって俺がラジオだったら15年ぐらい前よ。何にも変わんない。変わらずイケイケ姉ちゃんでございますけど、ね、すごいわ。変わらんわ昔飲み行ったわベロベロ酔っ払って俺、ね、柴田さんちょっと心配してたよ、うん、すみません、私のこと覚えてるかな。覚えてるよ、そんなもんびっくりする。いや、この前だから通りがかって、ああなんつって、なんでいるのみたいなことですよね。嬉しいよ、だから今日は本当にとびきり嬉しい。そんな方に見守られながらのラジオでございます、うん、はい。なんか質問の中にも 僕らの、うん、あの慣れ初めを聞きたいです。なんか最近はまた一緒に作品多いじゃないですか、うん、そうだね、フリーだったり歌プリだったりとか、なのでそんな話もできたらいいななんて思っております、うんうん、よろしくお願いいたします。それでは今週も行ってみましょう。宮野真守のレディオスマイル。この番組はキングレコードの提供でお送りします。今日は多分話が止まんないので、うんうん、なんかいろいろ、なんかいっぱい話していきたいと思うんですが、うんね、まずやっぱり、うんうん、曲の話を、ありがとうございます。したいなぁ、嬉しいわ。したいなと思うんですけども、うんうん、こちらがリリースされた、ばかり、うん。そう。はい。月と太陽の歌。はい。これどんな作品に？これはね、対照的な、そうなの、月と太陽。これね、今度川口湖でライブやるんですよ。うん、満点ライブ2015っていうのがある。うん。告知をありがとうございます。先に言っちゃうんですけど、そのライブが2日間あってね。うん。で、それ野外ライブなんですけど、うん、月と太陽をモチーフにしてるんですよ。あ、まずそっちの、ライブの構想があったわけ。そう。ライブ構想があって、じゃあそこで歌う歌作ろうぜ、つって。じゃあシングル作ろうぜ、つってなって、月をテーマにしたものと太陽をテーマにしたものを一曲ずつ入れたシングルを作ろう、つって作ったんですよ。じゃあ全然違うテーマでやるんだ、ライブも。ね、ライブ、そう。だからライブ二日間あるけど、セトリも違うし。あ、でも面白い。大冒険よ、でも。だいぶ。リハ超大変。そうですね。同じ場所で違うことをやる。そういう感じですね。二日間だから違う感じでやるんですけど。まあ、それが決まったとはいえ、じゃあ今度シングルはシングルで、じゃあちゃんとこう自分の思いを作ろうということで、うん、作ったんですけど。月の方は？月の方がね、うん、こう月と太陽ってさ、言うなればまあ どっちも同じっての変だけど、うん、空で見ててくれるっていう意味で言うと、こう、イメージが
近いもの。ねうん、まあ、光と影みたいなのはあるけどね。だから、お月さんってずっと僕らのことを見守っててくれて、うん、なんか僕らもさ、例えばさ、仕事忙しかったなとか、今日友達楽しかったなって言っても、家に帰ってくる道中さ、うん、突然こう、なんかこう、人には話せない秘密みたいな、誰かしら必ず抱えてるでしょ、うん、生きてるってことは。でも、そんなのもさ、お月さんは見ててくれんじゃねえかなと思って。うん、確かに、お空にいてくれるタイミングが違うもんね。そうなのよ。なんか、一日の仕事が終わった時にふといるのがお月様ね、うん、そうなの。だからなんか。一日の始まりに照らしてくれるのが太陽みたいな。そうそうそう。静かに見てくれてるから、うん、お月さんってのはなんか秘密の共有してくれてる。で、それを介して僕らみんなそれを共有してる。だからお月さんがいるおかげでみんな幸せになれるといいなっていう。だからちょっとなんだろうな、月の歌の方は、なんだろう、ちょっとその、背負ってるものの悲しみとか、ちょっとこう孤独感みたいなものも感じたんだけど、みんなそれを言うのを抱えながらでも生きてる、あ、また明日頑張ろうみたいな印象があったんだけど、そういうことを歌いたくて、歌ったんです。で、太陽の方は、太陽もやっぱり、さっきね、マモが言ったように、やっぱりいつでも照らしててくれる。だけど、じゃあ今度月と同じ視点になっちゃうと、僕らから見た太陽とかっていうよりは、太陽の視点で物語を書いてみようかなと思って、太陽だったらどんな気持ちだろうって考えたの。で、太陽ってさ、照らすじゃん。照らしてるけどさ、たまにさ、僕らはさ、冬は本当にありがたいなと思うけど、夏とかさ、暑いよっつって、なんか嫌われたりするじゃん。言っちゃったりするよね。そう。だから太陽ってそういう意味では、なんか何のために照らしてんだろうってことを、もし悩んでたらどうなんだろう。そんなことを思ってると、自分もやっぱり誰かのために何かしてる。例えばなんか、ね、こう、蛇口ひねったら水出てくるけどさ、この水の先に誰かがやってくれてるから水出るっていうふうに思うと、なんかこう僕らがやってることって必ず誰かに繋がってるって思う。なるほど。なんか太陽もそういう風に感じて生きててくれたら、なんか人と同じこと考えてるのかもなと。なんか、新しいその太陽との繋げ方な気がする。なんかその太陽ってなんかやっぱ特別感が、あるけど、じゃなくてその太陽の気持ちになってみたら、そのいわゆる僕らの日常的なところに重ねられるんだなって思って書いたの。で、月の歌は、ミュージックビデオを作ったんだけど、はい、太陽の歌は、今度ライブで、販売になるんですけど、絵本を作ったのね。で、その、こう、物語が、太陽の物語でもあるんだけど、人の一生の物語でもあるっていうことを意味できたので、そういう形の絵本というのも、だから絵本作るためにも、詩をちょっと物語上にしてる。物語チックだもんね。なんか人生感じるもん。そうなの。その、1番から2番に行くまでの、時の流れもすごく感じるし。ね、あ、そうそう。そこら辺は意識して作った。あ、でもその、絵本は、ライブの会場に行かないと。会場に。あら。です。ございますか、ぜひ。行かないと。あ、でも先に先行で買えるかな？あ、そうなんだ。そこら辺はちょっと調べていただきたいなと思います。はい、PV も美しかったです。ありがとう。お兄ちゃんの顔がキラキラしてた。キラキラしてた。ずっと笑顔だった。優しい歌だね。いい歌。本当優しい歌できたのよ。いい歌できたのよ。心がなんか、ほっこりする。あ、よかったよ。ほっこりしてもらいたくて作ったんでね。ありがとう。ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。素晴らしい。よろしくお願いします。はい。月と太陽の歌でございます。はい。はい。いや、本当にね、今日は聞きたいこと、話したいことね、いっぱい来てるのでね、皆さんから、リスナーから届いたメールをですね、紹介していきたいなと思うんですけども、どうしようかな。まずは、最近やっぱり、歌プリのね。ああ、歌プリね。盛り上がってるじゃないですか、僕ら。コンビも組ませて。そうね、俺らはね。いただいておりますし、呼び捨て希望、アイアイからいただきました。はい、どうも、ありがとう。鈴間さん。マモ版は。マモ版は。これ言ってね。どこでも言う、そうだ。言うよ。どこでも言っちゃダメ。ああ、そうか。歌プリのアフレコ中、珍発言をしてる人いましたか？また、いたのなら誰がどのような珍発言をしていたか教えてくださいっていう。現場での話。もう、珍発言だらけ。だらけなんだよ、これが。もうね。もうね。もう、笑って収録できないってのは、歌ぶりってのは。本当面白いね。本当面白い。だからね、この方のメールを合わせて読みたいんですけど、桜田島さん、絶対笑ってはいけないのに笑いそうになった時、どうやって笑いをこらえていますか？無理なんだ、これ。でもね、歌ぶりの現場、本当本番中もすっごい面白い。もう、本当に面白い。僕ら、最終回もう撮り終えたので、楽しい時間を過ごしたんですけど、もう思い出しちゃうんだけど面白い。言えないのが残念なんだけどさ、そうなんだよ、ね。あれがこうなったから面白いとか、いっぱい具体的に話せるんだけど、ね、ちょっと喋れないですね。そうだよね。でもなんかこう、歌プリ全体の、特に今期のやつね、全体のイメージの話をすると、なんかこうね、狙ってやってんのか狙ってないのかわかんないんだけど、なんかもう真面目にやればやるほど面白いんだよね。
今期の1話からもう飛んでたからね。うん、うん。夢幻かと思ったぞって突然言い出す。本物の七海か。本物の七海か。その本物の七海かっていう、だってセリフだけでさ、僕らはさ、うん、そっからいろんな想像をしてさ、うんうん、え、じゃあマサトは何ずっと来る前に、偽物の七海を作る想像してたのか。でもまあそうだろうね、みたいなね。うん、あと、手が触れただけで。でも、それは鈴さんがやったんじゃない？いや、あれは、その手がね、楽譜を落とした手が触れ合うっていうシーンで、あっってやったわけ、うん。そしたら、あ、すみません、もうちょっと大きくやってもいいですよって言われたわけ。もうそこからですよ。お許しが出ちゃったね。そう。たこ焼きのシーンとかも、うまいっつって。全部 OK って言うんだもん。だから、そうなっちゃう。全部 OK って言うんだ。はい。そんなね、うん、あの、まあ、僕らなんですけど、うんうん、あのラジオネーム呼び捨て希望、うん、JS 少年ライ、うん、歌プリの、うん、マサトとトキアがデュエットする。はいはいはい。はい、この情報が発表された瞬間、うん、うおーっと、おたけびを開けてしまいました、はい。とっても嬉しくて、どんな曲になるのかすごく楽しみにしています。うんうん、まだだからね。来週だからね。この二人がペアを組むということは、この二人をメインにしたストーリーも来るということですね。そうだね。2期での、うん、シャイニング社長が、うん、モーターボートで現れた時の、マサトとトキアのツッコミ。いや、ドラマでは、抱擁できない、うん、と、悩む、マサトの恋人役を演じるトキアなど、この二人が絡むと必ず面白いことが起きてるしますっていう、だからお客さんもそういう印象なんですよ。うん、で、僕らもしてね、うん。モーターボードの時が多分デビューだと思う、うん、そうだね。まさかみたいな。そうそうそう。モーターボードみたいな。僕らとしては結構迷った結果なんですよ。でも大声出さないキャラだから。そうそう。ボソッと言うかとかって打ち合わせしたけど、うん、いや出そうぜマモっつって、わかりましたとかつって二人で出してみたら、うん、はいオッケーです。あれからだよやっぱり。面白伝説のね始まりね幕開けねあれがね。だった気がします。そうだったそうだった。はい、面白かったな、まあまあ、あれ。うん、期待を裏切らないものになっておりますので。そうですね。絶対来週オンエア見てください、ね。ぜひ見てください。よろしくお願いします。ピンタックさんがいただきました。どうもどうも。お二人的にはお互いのトークの相性ってどう思われていますか？ももちゃんと鈴村さんがトークするときってどっちかがツッコミでボケって暗黙の了解ってあるんでしょうか、うん、なるほどね。ちなみに普段はどう呼び合ってるんですか？よかったら教えてください。なんか恋人みたいな。恋人みたいな。鈴さん。俺はマモって呼んでるよ。うんうん、でも僕大好きな先輩とかだと、うん、でも絶対お兄ちゃんって言っちゃう。うん、ああ、そうなんだ。うん、お兄ちゃん。お兄ちゃんね。言いたくなっちゃう。うんうんうん、でも鈴さんが、うん、お兄ちゃんが、うん、だから大好きじゃないみたいな。すぐ心配しちゃったから。もう余計そらそらしくなってしまったよ、もう。この後どう聞いたらいいか分かれへんわ、もうお客さんが。すずさんが、あ、お兄ちゃんが、うん、よくね、あ、うん、ちょっと前ぐらいかな、うん、言ってくれたのが僕すごく嬉しかったのがあって、うん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 、あの、マモとトーク番組をやりたい、うんうん。そうなんだよ。これはもう夢なんだよ、俺は。本当に。やりたいのよ、うん。やりたいよね。うん、俺でも、マジで考えてるから、いつかやろうね。社長企画してくれてるんですか？僕、企画書書いてるから、すでに。だそれはどこに持っていき、どう通すかの話だから。やりたい。こまごまとした。なんで社長的には常にそんな考えてるわけよ。いや、ほんとでもさ、マモと現場で喋ってても、ほんとにさ、ステージに立ってるのとあんま変わんないのよ。常に二人でボケ合戦みたいなさ。俺ね、それ嬉しかった。うん。かなやんさんが言ってくれてるんですけど、うん、お互いの第一印象と今現在の印象違いありますかと、うん、これまで笑わせてもらったっていうエピソードありますか、うん、いや、もう常に笑ってるマモ。そう。そうなんです。うん、あの、嬉しいのが、うん、現場ってこうで、あった方がいいじゃんっていう話に自然と鈴村さんとなるっていうか、うんうんうんね、え、ふざけようよみたいな、うん、そうそうそう楽しくやろうぜっていうねすごいずっと喋ってるよでもねずっとコントしちゃうよね、うん、永遠にコントするそうそうだからさっきの相性で言えばだけど、うん、俺どっちかとツッコミやねんけど、うん、どっちかというとね、うん、マモといると、うん、ボケボケになるねマモがボケたら、いや、俺もボケたいってなるのよ。確かに、あの、鈴村さん、突っ込んで、ないかも、うん、あんまり。そうでしょ？本来は、突っ込みカテゴリーにいるのよ。うん。他の人とトークすると。うん、ママといると、ボケ倒すんだよね、二人してね。しかも、ダブルボケ。普段見ない鈴さんの顔とかある。うんうん、そうそう。顔ネタね。顔でどうにかするみたいなこと。あと、間とかね。絶対やんないじゃん、うん。間と顔でなんとかするっていうのを、すごい好きなんだけど、本来はね。そうなんだよね。あんまやらない。だから、ボケやらないから、やらないの、他では。そっか。ツッコミが好きだから。そっか。好きっていうか、やっちゃうから。ボケも好きなのよ、うん。うん、本来はね。だからそこに、うん、伝説の番組、ドールズ。番組とか、作
品ドールズ、うんうん、トークパート、おまけトークパートってフリートークね。うん、そこで、うん、桜井さんというね、う最強のやっぱ。まあもう究極のレシーバーですからね、あいつね。日本代表ですからね、あいつね。声優代表のレシーバーです。どんなスパイクも跳ね返してくれるから。がいてくれるおかげでの僕らのあそこでの自由度。うん、そうやね。でも僕らのトークの、うん、楽しみ方みたいなところって、うんうん、あっこから始まってる気が、うん。そうだよな。してるんです、僕。マモと、ちゃんと、あえてトークしたのって。あれが初めてだよな。うん、で、実際だからさ、ドールズってさ、うん、定期的にこうさ、来てたじゃん、その週、はい、ラジオドラマになりますっていう。はい、そのためにフリートークがありますっていう。で、多分フリートークありきそう。どっちかというとフリートークやろうみたいな。じゃあもちろん作品も面白いし、作品もしっかり僕ら撮ってるんですけど、うん、なんかこう、あの仕事が入った時、来たな、フリートークみたいな。あ、また楽しく喋れるんだっていう、そっちの喜びが増すっていう ね。ありましたな。それ原点だわ。うん、いや、そう、だから第一印象っていうかね、うん、原点だなって思うんですよ。そうか、うん。でもあんま変わんないね。あそこのフリートークでやってるのと、普段現場で喋ってることってね。そうだね。そうだね。うん、そう。でも桜井さんも最近顔。あいつ顔。あい、ね、やってほしい。同じだから、俺もあいつと。あいつもそうやねんって。あいつは。ちょっと変顔してて、意味のない変顔を。そろそろボケたがってきてると思うよ、俺は。あいつツッコミだなって分かってると思う。もう世界中の人はツッコミだって分かってるけど、あいつはほんまはボケたいねんっていうところが出てきてる。かわいい。かわいい。ボケたがりなとはあるんですよ。だからお二人と現場になると楽しいです。すごいね。すごく楽しいです。はい。もうもうもう。うん、まだいけるかな？もう一通どうするもう一通か。じゃあもうこれ行くしかないでしょう、うん。立体吸着うどんこシートさん、好きなお酒の種類とおつまみを戦隊もの好きなスムーさんらしくぜひ必殺技風に。どういうことやねんそれ。お教えていただきますでしょ。ひどいなそれ。ここに来てもう一通が無茶ぶりっていう展開なのよ。これをやったら曲に行くんだよ。うんうん、ちょっと出た。もうさあちょっと先輩、うん、ちょっとここはバッチリとその曲に行けるようにね、うん、ちょっといいママの番組助けてもらっていいですか。うん、いいよ。はい、じゃあお願い。じゃ好きなお酒とおつまみね。種類とおつまみを、必殺アザ風です。しかも戦隊もののほうですか、ね。戦隊もののね。難しいなそれ。オッケー、いいよ。何々戦隊かまず教えてもらっていいですか。オッケー、あ、何々戦隊からね。オッケー、爆芽戦隊。うん、もう予想が。爆芽戦隊です。お酒の種類の予想がつい。爆芽戦隊ですから、これは。もう仕方ないんで。これは、ひねらないよ、僕は、こういうのは。そのまま行くからね。うん。行くよ。爆芽戦隊ビールじゃよし、枝豆キャノンで必殺技だ。よし、オッケー、リーダーチャキンナイスピンク俺はまだお前をリーダーと認めたべきじゃねえぜ。何をやってるんだい。わしはカレーが好きだい。もう、喧嘩はやめてくださいよ。よし、行くぞ枝豆ボンバーじっと、ヒエードガーン何巨大化だとよし枝豆ロボ発進でってでってで、ガヒン枝豆合体ビールロボ、ビールと、の豆の相性最高だ枝豆パンチポンチクワーこうして今日も地球の平和は守られたのであった。次回へ続く。俺の曲聴いてくれ。月と太陽の歌から、鶴巻一、月の歌。いい曲言った。はい、お聴きいただいているのは私、鈴村健一で好きの歌でございます。じゃあ、改めて告知の方お願いいたします。はい、こちら、13日にリリースしたばかりでございます。11枚目のシングル、月と太陽の歌。これ本当にね、思い込めて、久しぶりにバラード、2曲入れてる曲なんで、ぜひ聴いていただきたいなと思います。それから4月15日には、私、鈴村健一、去年、ツアーやってたんですけど、うん、鈴村健一ライブツアー2014ベッセル、こちらの東京公演のライブ、ブルーレイ、それから DVD も発売になっております。うん、こちらもぜひ見てやってください。はーい。
で、そしてまだまだ告知がありますね。そうなんです。満天ライブ2015。はい、こちらがですね、河口湖ステラシアター。これ野外ライブなんでございますけど、こちらが、5月30日土曜日、こちらがルナ。そして5月31日日曜日、これがソルとなっております。楽しそう。はい、会場が15時30分、開演が16時30分でございますよと。これね、お空と一緒にセッションしますから、うん、もうね、姑息なことはしません。本当にこう、シンプルに歌を歌う。そして素敵。自然の空気が流れていく、色が変わっていく、そういうものをこうちゃんと活かした演出を作る。この場所だからこそですね。できることをやろうと思ってますんでね。うん、当日、富士急さんとコラボの列車なんかもね、ちょっと企画してますんで、この列車に乗って来ていただいたり、うん、他にもいろいろコラボ考えてますんで、うん、後日、詳細見てやってください。よろしくお願いします。はい、詳しくはランティスのホームページご確認ください。はい、そして他にも、はい、あるんです、ね。実はね、私、うん、自分がですね、総合プロデュースやってます、アドリブという企画ありまして、うん、このアドリブ2015も開催決定してます。この秋にやります。そして6月11日にはその出演者のキャスト発表をですね、ニコ生で放送しますんでね、興味ある方そちらもぜひチェックしてください。出るんでしょうか、ね、よろしくお願いします。以上でございます。皆さんたくさんのメールありがとうございました。宮野真守のレイディオスマイル、もうお別れのお時間。終わり。早い、もう喋れなかった、ね、うん、ラジオもやりたいですね。二人でね。いいですね、うん。はい。この番組では皆さんからのメール、おはがきをガンガンお待ちしております。メールアドレスは、mamo@joqr.net、mamo@joqr.net です。そして、おはがきの宛先は、郵便番号105-8000に文化放送宮野真守のレイディオスマイルまで、そして、お送りいただくメールやおはがきには必ず、住所とお名前を書いてください。なぜならば、レイディオスマイルのノベルティグッズが当たるからなんですね。ということで、今週のレイディオスマイルノベルティグッズ、缶バッジの当選者は、せっかくなんで、うん、引いてもらいたいと思います。った中から、うん、じゃあこの人、はい、はい、どなたで僕が読めばいいの、呼び捨て希望 JS 少年ライさん、あ、サンピダメだ、俺苦手なんだ、俺も言っちゃうんだよ、俺も言っちゃうんだよ、ね、でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。頑張っちゃったりまーす、はい、ということで、あっという間でしたが、うん、面白かった。あー、よかった、楽しかった。なんかその、うん、このスタイルになってから、うんうんうん、本当になんか話したいことを話してるし、うんうんうん、やっぱ今日みたいにこう、うん、先輩がこう無茶ぶりにもこう果敢にね挑んでくれたりとかすると、うんうん、やっぱ すごいなって思うし。でも爆芽戦隊だからね。いや、爆芽戦隊って出た時点でもう俺勝ったって思いましたもんね。これはもう勝ち戦だ。どんなすずさんがこの後滑り倒しても、まあそこで勝っとけばもうあと何言っても成立するからね。うんうん。そう、爆破全体からのなもうビールじゃだから、それでいい、何言ってももう滑らんのです。だからもう先輩ありがたいなって思います。例えば前に来てくれたのは、うんうんうん、あの男性ゲストの波川さん、うんうんうん、ここのねジュースにもあるんですけど、さくらんぼでね、砂糖錦ってあるじゃないですか、うんうん、波川さんに砂糖錦って何だと思いますかって聞いたら、うんうん、なんか、うん、お相撲さん。いや、あいつはだって鍾乳洞のこと練乳洞って言うんだからさ、どうしようもないんだって。許してやってくれよ。悪いやつじゃねえんだあいつは。悪いやつじゃねえんだあいつは。まあまあまあ、そんな楽しいラジオを一緒に過ごしてくださいました。本当にありがとうございました。またいつでも本当気軽なく、うん、また呼んで来てください、うん、ちょいちょい呼んで、うん、僕もぜひ、うんうん、あ、そうだね、こっちも来て、行かせていただきたいと思います。来てください、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴村健一さん、本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、宮野真守と鈴村健一でした。おやすみ、バイバイ。宮野真守のレディオスマイル、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。来てたじゃん、その週、はい、ラジオドラマになりますっていう、はい、その度にフリートークがありますっていう、で多分フリートークありき、そう、どっちかというとフリートークやろうみたいな。じゃあもちろん作品も面白いし、作品もしっかり僕ら撮ってるんですけど、うん、なんかこうあの仕事が入った時来たな、フリートークみたいな、あ、また楽しく喋れるんだっていう、そっちの喜びが増すっていう ねありましたな、それ原点だわ。じゃあそう、だから第一印象っていうかね、原点だなって思うんですよ。もう、うん、でもあんま変わんないね。あそこのフリートークでやってるのと、普段現場で喋ってることってね。そうだね。そうだね。そう。
でも桜井さんも最近顔。あいつ顔。あいつ、や、歳同じだから俺もあいつと。あいつもそうやねんって。あいつは。ピザと変顔してて、意味のない変顔を。あいつそろそろボケたがってきてると思うよ、俺は。あいつツッコミだなって分かってると思う。もう世界中の人はツッコミだって分かってるけど、あいつはほんまボケたいねんっていうところが出てきてる。かわいい。かわいい。ボケたがりなとはあるんですよ。だからお二人と現場になると楽しいです。すごいね。すごく楽しいです。はい。もうもうもう。うん、まだいけるかな？もう一通どうする？もう一通か。じゃあもうこれ行くしかないでしょう、うん、立体吸着うどんこシートさん、好きなお酒の種類とおつまみを戦隊もの好きなスムーさんらしくぜひ必殺朝風にどういうことやねんそれ。お教えていただきますでしょ。ひどいなそれ。ここに来てもう一通が無茶ぶりっていう展開なのよ。これをやったら曲に行くんだよ、うんうん、ちょっと出た。もうさあ、ね、ちょっと先輩、ちょっとここはバッチリと、その曲に行けるようにね、うん、ちょっと、マモの番組助けてもらっていいですか。うん、いいよ。はい、じゃあお願い。じゃ好きなお酒と、おつまみね。種類と、おつまみを、必殺アザ風です。しかも、戦隊もののほうですか、ね、戦隊もののね。難しいな、それ。オッケー。いいよ。何々戦隊か、まず教えてもらっていいですか。オッケー。あ、何々戦隊からね。オッケー。爆芽戦隊。もう、予想がつバグガ戦隊です。お酒の種類の予想がついバグガ戦隊ですから、これは。もう仕方ないんで。これは、ひねらないよ、僕は、こういうのは。そのまま行くからね。うん。行くよ。バグガ戦隊ビールじゃよし枝豆キャノンで必殺技だよしオッケーリーダーチャキナイスピンク俺はまだお前をリーダーと認めたべきじゃないぜ何をやってるんだいわしはカレーが好きだいもう喧嘩はやめてくださいよよし行くぞ枝豆ボンバーズヒートヒエードガーン何巨大化だとよし枝豆ロボ発進でってでってガヒン枝豆合体ビールロボビールとあの豆の相性最高だ枝豆パンチポンチクワーこうして今日も地球の平和は守られたのであった次回へ続くこれ俺の曲聴いてくれ月と太陽の歌から鶴村圭一月の歌いい曲言ったはいお聴きいただいているのは私鈴村圭一で月の歌でございますじゃあ改めて告知の方お願いいたします、はい、こちら13日にリリースしたばかりでございます11枚目のシングル月と太陽の歌これ本当にねあの思い込めて久しぶりにバラード2曲入れてる曲なんでぜひ聴いていただきたいなと思いますそれから4月15日には私鈴村圭一とかって打ち合わせしたけど、いや出そうぜマモっつってわかりましたとかっつって2人で出してみたらはい OK ですあれからだよやっぱり面白伝説のね始まりね幕開けねあれがね、ああそうだったそうだった、はい、面白かったな、まあまあ、あれ、うん、期待を裏切らないものになっておりますので、そうですね。絶対来週オンエア見てください、ね。ぜひ見てください。よろしくお願いします。ピンタックさんがいただきました。どうもどうも。お二人的にはお互いのトークの相性ってどう思われていますか。ももちゃんと鈴村さんがトークするときってどっちかがツッコミでボケって暗黙の了解ってあるんでしょうか。うん、なるほどね。ちなみに普段はどう呼び合ってるんですか。よかったら教えてください。なんか恋人みたいな。鈴さん。俺はマモって呼んでるよ。うんうん、でも僕大好きな先輩とかだと、うん、でも絶対お兄ちゃんって言っちゃう。うん、ああ、そうなんだ。うん、お兄やん。お兄ちゃんね。言いたくなっちゃう。うんうんうん、でも鈴さんが、うん、お兄ちゃんが、うん、だから大好きじゃないみたいな。すぐ心配しちゃったから。もう余計そらそらしくなってしまったよ、もう。この後どう聞いたらいいか分かれへんわ、もうお客さんが。すずさんが、あ、お兄ちゃんが、うん、よくね、うん、あ、ちょっと前ぐらいかな、うん、言ってくれたのが僕すごく嬉しかったのがあって、うん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 、あの、マモとトーク番組をやりたい、うんうん。そうなんだよ。これもう夢なんだよ、俺は。本当に。やりたいのよ、うん。やりたいよね。うん、俺でも、マジで考えてるから、いつかやろうね。うん、社長企画してくれてるんですか？僕、企画書書いてるから、すでに。だそれはどこに持っていき、どう通すかの話だから。
やりたい。こまごまとした。なんで社長的には常にそんな考えてるわけよ。いや、ほんとでもさ、マモと現場で喋ってても、ほんとにさ、ステージに立ってるのとあんま変わんないのよ。常に二人でボケ合戦みたいなさ。俺ね、それ嬉しかった。かなやんさんが言ってくれてるんですけど、お互いの第一印象と今現在の印象違いありますかと、これまで笑わせてもらったっていうエピソードありますか。いや、もう常に笑ってるマモ。そう。そうなんです。あの、嬉しいのが、現場ってこうで、あった方がいいじゃんっていう話に自然と鈴村さんとなるっていうか、え、ふざけようよみたいな、そうそう、楽しくやろうぜっていうね。すごいずっと喋ってるよ。でもね、ずっとコントしちゃうよね。永遠にコントする。そうそう、だからさっきの相性で言えばだけど、うん、俺どっちかとツッコミやねんけど、どっちかというとね、マモといると、ボケボケになるね。マモがボケたら、いや、俺もボケたいってなるのよ。確かに、あの、鈴村さん、突っ込んで、ないかも、あんまり。そうでしょ？本来は、突っ込みカテゴリーにいるのよ。他の人とトークすると。ママといると、ボケ倒すんだよね、二人してね。しかも、ダブルボケ。普段見ない鈴さんの顔とかある。そうそう。顔ネタね。顔でどうにかするみたいなこと。あと、間とかね。間と顔でなんとかするっていうのも、すごい好きなんだけど、本来はね。あんまやらない。だから、ボケやらないから、やらないの、他では。そっか。ツッコミが好きだから。そっか。好きっていうか、やっちゃうから。ボケも好きなのよ。本来はね。だからそこに、伝説の番組、ドールズ。番組とか、作品。ドールズ、トークパート、おまけトークパート。フリートークね。そこで、桜井さんというね、最強のやっぱ。まあもう究極のレシーバーですからね、あいつね。日本代表ですからね、あいつね。声優代表のレシーバーです。どんなスパイクも跳ね返してくれるから。がいてくれるおかげでの僕らのあそこでの自由度。そうやね。でも僕らのトークの、あの、楽しみ方みたいなところって、あっこから始まってる気が。そうだよな。してるんです、僕。マモと、ちゃんと、あえてトークしたのって。あれが初めてだよな。で、実際だからさ、ドールズってさ、定期的にこうさ、あ、そうなんだ。そこら辺はちょっと調べていただきたいなと思います。PV も美しかったです。ありがとう。お兄ちゃんの顔がキラキラしてる。キラキラしてずっと笑顔だった。優しい歌だね。いい歌、本当優しい歌できたのよ。いい歌できたのよ。声がなんか、ほっこりする。よかったよ。ほっこりしてもらいたくて作ったんでね。ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。素晴らしい。よろしくお願いします。はい。月と太陽の歌でございます。はい。いや、本当にね、今日は聞きたいこと、話したいことね、いっぱい来てるのでね。皆さんから、リスナーから届いたメールをですね、紹介していきたいなと思うんですけども、どうしようかな。まずは、最近やっぱり、歌プリのね。ああ、歌プリね。盛り上がってるじゃないですか、僕ら。コンビも組ませて。そうね、俺らはね。いただいておりますし、呼び捨て希望、アイアイからいただきました。はい、どうも。ありがとう。鈴村さん。マモ版は。マモ版は。これ言ってね。どこでも言う、それ。言うよ。どこでも言っちゃダメ。ああ、そうか。歌プリのアフレコ中、珍発言をしてる人いましたか？また、いたのなら誰がどのような珍発言をしていたか教えてくださいっていう。現場での話。もう、珍発言だらけ。だらけなんだよ、これが。もうね。もうね。もう笑って収録できないんだよ、歌ぶりってのは。ほんと面白いね。ほんと面白い。だからね、この方のメールを合わせて読みたいんですけど、桜立花さん、絶対笑ってはいけないので、笑いそうになった時、どうやって笑いをこらえていますか？無理なんだ、これ。でもね、歌ぶりの現場、ほんと、本番中もすっごい面白い。もう、本当に面白い。僕ら、最終回もう撮り終えたので、楽しい時間を過ごしたんですけど、もう思い出しただけで面白い。言えないのが残念なんだけどさ、そうなんだよ、ね。あれがこうなったから面白いとか、いっぱい具体的に話せるんだけど、ね、ちょっと喋れないですね。そうだよね。でもなんかこう、歌プリ全体の、特に今期のやつね、全体のイメージの話をすると、なんかこうね、狙って、やってんのか狙ってないのかわかんないんだけど、なんかもう真面目にやればやるほど面白いんだよね。今期の1話からもう飛んでたからね。夢幻かと思ったぞって突然言い出す。本物の七海か。本物の七海か。その本物の七海かっていう、だってセリフだけでさ、僕らはさ、そっからいろんな想像をしてさ、え、じゃあまさとは何？ずっと来る前に、偽物の七海をずっと想像してたのか。でもまあそうだろうね、みたいなね。あと手が触れただけで。でもそれはすずさんがやったんじゃない？いや、あれは、その手がね、楽譜を落とした手が触れ合うっていうシーンで、
ってやったわけ、うん。そしたら、あ、すみません、もうちょっと大きくやってもいいですよって言われたわけ。もうそこからですよ。お許しが出ちゃったね。そう。たこ焼きのシーンとかも、うまいっつって。全部 OK って言うんだもん。だからそうなっちゃう。全部 OK って言うんだ。はい。そんなね、うん、まあ、僕らなんですけど、うん、ラジオネーム呼び捨て希望、うん、JS 少年ライ、うん、歌プリの、うん、マサトとトキアがデュエットする。はいはいはい。はい、この情報が発表された瞬間、うん、ウォーっと雄たけびを上げてしまいました、はい。とっても嬉しくて、どんな曲になるのかすごく楽しみにしています。うんうん、まだだからね。来週だからね。この二人がペアを組むということは、この二人をメインにしたストーリーも来るということですね。そうだね。2期での、うん、シャイニング社長が、うん、モーターボートで現れた時の、マサトとトキアのツッコミ。いや、ドラマでは、抱擁できない、うん、と、悩む、マサトの恋人役を演じるトキアなど、この二人が絡むと必ず面白いことが起きてるんです。面白いっていう、だからお客さんもそういう印象なんですよ。うん、で、僕らも、ね、モーターボードの時が多分デビューだと思う、うん、そうだね。まさかみたいな。そうそうそう。モーターボード僕らとしては結構迷った結果なんですよ。でも、大声出さないキャラだから。そうそう。ボソッと言うか15っていうのがある。うん、告知をありがとうございます。先に言っちゃうんですけど、そのライブが2日間あってね。うん。で、それ野外ライブなんですけど、うん、月と太陽をモチーフにしてるんですよ。あ、まずそっちの、ライブの構想があったわけ？そう。ライブ構想があって、じゃあそこで歌う歌作ろうぜ、つって。じゃあシングル作ろうぜ、つってなって、月をテーマにしたものと太陽をテーマにしたものを、一曲ずつ入れたシングルを作ろうっつって作ったんですよ。じゃあ全然違うテーマでやるんだ、ライブも。ね、ライブ、そう、だライブ二日間あるけど、セトリも違うし。あ、でも面白い。大冒険よ、でも。だいぶ。リハ超大変。そうですね。同じ場所で違うことをやる。うん、そういう感じですね。二日間だから違う感じでやるんですけど。まあ、それが決まったとはいえ、じゃあ今度シングルはシングルで、じゃあちゃんとこう自分の思いを作ろうっていうことで、うん、作ったんですけど。月の方は？月の方がね、うん、こう月と太陽ってさ、言うなればまあ、どっちも同じっての変だけど、うん、空で見ててくれるっていう意味で言うと、こう、イメージが近いもの。ね、うん、まあ、光と影みたいなのはあるけどね。だからお月さんってずっと僕らのことを見守っててくれて、うん、なんか僕らもさ、例えばさ、仕事忙しかったなとか、今日友達楽しかったなって言っても、うん、家に帰ってくる道中さ、うん、突然こうなんかこう人には話せない秘密みたいな誰かしら必ず抱えてるでしょ、うん、生きてるってことは。でもそんなのもさ、お月さんは見ててくれんじゃねえかなと思って。確かに、お空にいてくれるタイミングが違うもんね。そうなのよ。なんか一日の仕事が終わった時にふといるのがお月さんもね、うん。そうなの。だからなんか。一日の始まりに照らしてくれるのが太陽みたいな。そうそうそう。静かに見てくれてるから、うん、お月さんっていうのはなんか秘密の共有してくれてる。で、それを介して僕らはみんなそれを共有してる。だからお月さんがいるおかげでみんな幸せになれるといいなっていう。だからちょっとなんだろうな、月の歌の方は、うんうん、なんだろう、ちょっとその、うん、背負ってるものの悲しみとか、うんうんうん、ちょっとこう孤独感みたいなものも感じたんだけど、うんうん、みんなそれを言うのを抱えながらでも生きてる、うん、また明日頑張ろうみたいな印象があったんだけど、うん、そういうことを歌いたくて、歌ったんです。うん、で、太陽の方は、うん、太陽もやっぱり、さっきね、マモが言ったように、やっぱりいつでも照らしててくれる。うん、だけど、じゃあ今度月と同じ視点になっちゃうと、うん、僕らから見た太陽とかっていうよりは、うん、太陽の視点で物語を書いてみようかなと思って、太陽だったらどんな気持ちだろうって考えたの。うん、で、太陽ってさ、照らすじゃん。照らしてるけどさ、たまにさ、僕らはさ、冬は本当にありがたいなと思うけど、うん、夏とかさ、暑いよっつって、うん、なんか嫌われたりするじゃん。言っちゃったりするよね。そう。だから太陽ってそういう意味では、なんか何のために照らしてんだろうってことを、もし悩んでたらどうなんだろう。そんなことを思ってると、自分もやっぱり誰かのために何かしてる。例えばなんか、ね、こう、蛇口ひねったら水出てくるけどさ、この水の先に誰かがやってくれてるから水出るっていうふうに思うと、なんかこう、僕らがやってることって、必ず誰かに繋がってるって思う。なるほど。なんか太陽もそういうふうに感じて生きててくれたら、なんか人と同じこと考えてるのかもなと。なんか、新しいその太陽との繋げ方な気がする、うんうんうん。なんかその太陽ってなんかやっぱ特別感があるけど、うんね、じゃなくその、うん、太陽の気持ちになってみたら、うん、そのいわゆる僕らの日常的なところに重ねられるんだなって思って書いたの。で、月の歌はミュージックビデオを作ったんだけど、はい、太陽の歌は今度ライブで、うん、販売になるんですけど、絵本を作ったのね。うん、で、そのこう物語が太陽の物語でもあるんだけど、人の一生の物語でもあるっていうことを意味できたので、そういう形の絵本というのも
だから絵本作るためにも詩をちょっと物語調にしてる。物語チックだもんね。うん、なんか人生感じるもん。そうなの。その1番から2番に行くまでの時の流れもすごく感じるし。ね、あ、そうそう。そこら辺は意識して作った。あ、でもその、絵本は、ライブの会場に行かないと。会場に。あら。でございますか、ぜひ。行かないと。あ、でも先に先行で買えるか。レディオスマイル。レディオスマイル。レディオスマイル。ミヤノマモルのレディオスマイル。ミヤノマモルのレディオスマイル。こんばんは、宮野真守です。さあ今週も始まりました、宮野真守のレディオスマイル。早速です。前回お伝えした通り、今日はですね、素敵なゲストの方が遊びに来てくれています。この方です。皆さんこんばんは、鈴村健一です。やった、来てくれました。いやー、この間たまたま通りがかったからそうそうそう、本当に僕がラジオの打ち合わせをしてるところで鈴さんが通りかかって、そうで、なんかリリースタイミングがあるということで。そうなの。え、じゃあゲスト来てくださいよ。そうなのよ。うん、だから、行っていいのって言って。社長本人がなんかね、スケジュール取ってました。そうそう。その場ですぐ連絡と、大丈夫でしたからみたいな感じでやって。そうなんです。だからおかげさまでこうやって、マモのラジオ出れます、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。通りがかるもんだね。通りがかるもんです。本当に。なんか今日は、話したいことはいっぱいあるし、なんか、ゲストの告知をさせていただいたときに、その、リスナーの皆さんに、質問攻めにしようと。あ、そうなんや。うん、だからいっぱい質問送ってきてって言ったら、本当にいっぱい来て、あ、本当、普段からね、もっと僕にも聞いてくれればいいのにっていうぐらい、いや、本当にいっぱい来たの。マジか。来たので、まあ、それも触れていきたいなとは思いつつなんですが、この番組が、まあ、僕全く一人でやってるので、結構自由なんですよ。あ、そうなんや。なので、まあ、ゆっくりと、なんかね、なんか気になることもいっぱいあるじゃないですか。あるよ。この番組のディレクター、そう、柴田さん。僕の初めてのラジオのディレクターだよ。そうだよ。僕は今もう本当に仕事ラジオめっちゃ多いけど。そうだよね。あの人が礎を作った。うわー、すごい俺のラジオの礎を作ったのあの人が。すごいよね。僕の一人ラジオも柴田さんが初めてだし。すごくない？柴田さんはいろんな人の初めてをいただいてるんですよ。やばいよ、すごいよ。パックリ言っちゃってるんでやめなさい。その手つきやめなさい。変わんねえよ。俺が、だって俺がラジオやったら15年ぐらい前よ。何にも変わんないよ。変わらずイケイケ姉ちゃんでございます。変わらんわ。昔飲み行ったわ。ベロベロ酔っ払って俺。ね、柴田さんちょっと心配してたよ。鈴村君、私のこと覚えてるかな？覚えてるよ、そんなもん。びっくりする。いや、この前だから通りがかって、あーなんつって。なんでいるのみたいなことですよね。嬉しいよ、だから今日は。本当に、とびきり嬉しい。そんな方に見守られながらのラジオでございます。はい。なんか質問の中にも僕らの、慣れ初めを聞きたいです。なんか最近はまた一緒に作品多いじゃないですか。そうだね。フリーだったり歌ったりだったりとか。なのでそんな話もできたらいいななんて思っております。よろしくお願いします。それでは今週も行ってみましょう。宮野真守のレディオスマイル。この番組はキングレコードの提供でお送りします。今日は多分話が止まんないので、なんかいろいろ、なんかいっぱい話していきたいと思うんですが、まずやっぱり、曲の話を、ありがとうございます。したいなぁ、嬉しいわ。したいなと思うんですけども、こちらがリリースされたばかり。そう。はい。月と太陽の歌。はい。これどんな作品に？これはね、対照的な、そうなの、月と太陽。これね、今度川口湖でライブやるんですよ。マンテナライブ2018。